えー、こんにちは、クーカシーです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、コンピング練習法をですね、えー、昨日使った電子ドラムでやっていきたいと思います。スネアとバスドラ、スネアとハイハットっていうのを使ってコンピングしていく方法を考えてやっていきたいと思いますね。 まずはですね、えー、細かい音符ができるようになったら、まずフレーズで演奏しなきゃいけないんですけど、8、まあ、小節あったら最初からではなくて、後半から頭を目指す。その方がまあフレーズになりやすいです。まあ後で説明します。シンコペーションブックの読み替えをやっていくんですが、スニアだけでやるとメロディーになりにくいので、スニアとバスドラで読み替える。モダンなサウンドにしたい場合は、スニア、ハイハットで読み替えるっていう方法をやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。 こちらですね、えー、細かい音符ができるようになってきたら、まあ、要は「なんちゃらなんちゃら歌」とか答えれるようになってう,うなずきとかね「うっかっか」とかになってくるともっとフレーズで、えー、長いフレーズを作りたいんですけどみんな結構やりがちなのは前半でないろいろやっちゃうんですよ。で結構ガシャガシャガシャってだからよく「うるさい」って言われるのはいらないとこに音がいっぱいあるんですね。なので、えー、としかもよくなりがちなのが前半ガシャガシャって途中で終わる。要はは、フレーズっていうのは えー、基本的にはですよ、えー、今日やるのは「SoulHat、えー」so っていう曲の、まあ、コード進行を使うのでそうするとこうコードが動かないのでそうするとこうリズム的には9小節目の頭にこうフレーズがこう帰結していくっていうことが多いんですね絶対じゃないここまたぐ場合もあるんだけど、えー、ドラムは別に他の人がまたいでても切っっちゃっても全然平気な,んですよなので8小節後でやっていくとここのこう帰結していくところに向かってフレーズを作らなきゃいけない。 で何かフレーズ相手のフレーズを聞きながら思いついたことがあったらそれで自分の歌を作ってそこに持っていくみたいなイメージなんですね。なのでよくこうコンピングの練習をすると最初から練習しちゃうんですけど4小節レガートだけしてでそれからここでコンピングをしていってここにクラッシュを向かっていくここはまあ頭だったりこうシンコペーションするんですが今日は全部頭でやりますっていう風にやっていくと。 かなりこう実践的な本当にそのままやっててもなんかあのフレーズ歌いやすいよって言われたりすると思いますはいそれではですね実践にやる場合はですねこれですねまずシンコペーションまず頭クラッシュねこの最初に帰結した最初のスタートスタートであり終わりである音なんですけどでクラッシュしてシンバルレガート始めていきます上には3連符です、ね、書きましたがもう下はもうちょっとしょめんどくさいんで省略しましたでシンコペーション向き読み読みはよくスニアドラムだけでこう タタンタタンタンって全部左手でやってしまうんですけどそれでもういいんですよ上手くなったら全然それでいいんですけどそれ結構ねこう単調になるしなんあんまメロディっぽく聞こえないんですよそうすると上の方ばっかりバシャバシャ鳴ってるんでそれもまたなんかバランスが悪いんで「うるさい」って言われるこう理由になっちゃうわけですねなのでスニアとバストラをうまくバランスをよく叩きましょうなんかフィリー・ジョージョンズのね譜面とかコピーしてるとあのバストラがね ちちゃゃゃんんんんととととししたたヘッドホンとかちゃんとしたスピーカーカじなないいあんま聞こえないんですよ。でもフィリーって結構バストラ踏んでるんでかスネアばっかりになってるように聞こえるけどバストラでちゃんとフレーズを紡いでいるのでそういう形ですねだから4小節レガートして、まあ、レガート安定させるためにもとってもいいしでこうリズムがベースとロックしてることを確認してフレーズがタタンタドンタドンドン要は、えー、この間やった短い8分音符だけスネアで。 8分音符をスニアで叩いて、それ以上の音符は全部バスドラで。だからこれちょっと書くの逆になってるけどね。えっ、ー、と、タタタだからねあの、音符の6番だからタタアタ,アタなんてスニアバスドラスニア。どん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 、どん,どん,どんたどんどんたどんたたどんた,どんた,た,どんたどん。で、ここは頭に運ぶためなのでフィルインに入れ替えて、これももっと手前からフィルインにしちゃっても全然構わないです。えっ、ー、と、 んタタタタタかとととこじゃやっても全然構わないんですが、まあ、一応これぐらいこれうったターンとかにもっと軽くしても構わないですがこれ、えー、とじゃあソーファットの音源に合わせて2回ぐらいやってみたいと思います。それでは聴いてください。 それではではすね、えー、なんかこう雰囲気出るじゃないですか今みたいな形で叩けばねだからあんまりこう何て言うんですかねこうなんか思いついたとこだけ歌歌歌って入れてるとそれもなんかこうそうじゃないんですよこうみんなで一緒に歌っていってどっかに到着するっていう形がジャズのこう何て言うかこう相手の方向ねだから短いパルスでもちゃんと答えていくけど最終的にはこっちの歌と相手の歌がこう、ハモってるみたいなイメージにしたいわけですよ。 なので、えーと、相手のフレーズを待つんじゃなくて、相手のフレーズからインスピレーションを受けたものを同じように運んでいって、同じ場所に落とすみたいなイメージなんですね。でそういうのが、なんとなく分かってくると、いろんなことができると思うんですが、えーと、今度はハイハットね。今度はハイハットでやります。これ、ポール・モチアンとか、えー、ジャック・ディジョネットとか、トニー・ウィリアムさんとかがすごくやります。ロイ・ヘインズがね、えー、すごくやったらしいんですよで。大阪さんに聞いたんですけど、大阪さんが、あの 通訳をしたときにこう、ロイ・ヘインズが、えーと、俺はバスドラが、まあ、貧乏だったから買えなかったと。だからハイハットとスネアとシンバルだけでライブをやってたと。だからハイハットとの組み合わせがすごく多いんだと。で、トニーがしょっちゅう見に来てたから、あいつは俺の真似をしたんだって言ってたそうですね。なのでこう、えー、ハイハットとスネアドラムでこういうふうに読み替え、要はバスドラだったとこ全部ハイハット。これクローズでいいです、全然ね。でやってみましょうね。で、こうフィルインに一緒ですね。じゃあ聴いてみましょう。じゃあハイハットで。 two one two three。ここはハイハット踏んじゃっていいと思います。フレーズが始まったらハイハットはなし、あのフレーズの方に。 実はですね、えっ、ー、とまあブラシなんかでもやるときもそうですがこう長い音符だからねだからバスドラとハイハットの機能をやったみたいなスプラッシュ奏法これはあの電子ドラでも音鳴るからねもちろん生のドラムでもやっていただきたいと思いますが、えー、ハイハットのスプラッシュとバスドラで読み替えていくっていう形でもやってみましょうじゃあスプラッシュ奏法で2123 はい、ありがとうございました。というわけでですね、意外と練習いろいろできますよね。この電子ドラム全然十分使えると思いますので、ぜひ使ってみてください。えっ、ー、と、あの、そのコメント欄に補助金が出たらそれで買おうかなって,ってちょうどいいですよね。10万円ぐらいなんでね、えー、皆さんもぜひ買っていただきたいなと思いますが、えー、意外と使い勝手はいいと思います。えー、ただまあ、うるさいのはうるさいですよ。絶対それなりにうるさいんで、えー、まあ、あの、こう、気がつくと、 えー、物干しざおみたいな状況にならないようにはしていただきたいですが、えー、最後のまとめですねできるだけ実践で使えるように工夫するっていうことですねこれが一番大事ですね実践で使えるようにしないとなんか僕はもうそのいつもそればっか考えてましたねだからこのフレーズをパッて見てそのフレーズだけを練習するんじゃなくてこれを実践で使えるようにするにはどうすればいいかっていうの常に考えて練習方法を考えてましたなんでいくらでもあるんですよ引き出しがね ということで、自分でそういうふうに実践で使えるように工夫して、なんかもうこういうのどうですかみたいなのがあったら僕も非常に嬉しいんで、ぜひコメント欄とかね、えー、メールマガジンのメールとかに送ってください、えー。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。